森髪は女性の髪型の一種。その名の通り紙をゴムやヘアピン、ヘアスプレーを用いてゆったり巻き上げたりすることで頭髪を大きく持った髪型を指す。森はかさましを意味する言葉である。2005年頃から見られる髪型で、当初は水商売やキャバクラ上のファッションとして認知されたが、近年はギャルカルチャーの一つとして10代から20代の女性にも広まっている。 森神の書出は昭和魔アげ派で当初は巻き髪の一種とされた。毛先に段差をつけたレイヤーによって軽さを出し大きな緩めのカールをつける名古屋巻きが原型で巻き方が派手で技巧的になるにつれて森神と呼ばれるようになった。髪を盛ることで髪をきらびやかにして地味な服を履いさせる、顔を小さくキャシャに見せるといった効果がある。森神には大きく分けて、 アップとダウンの2種類があり、さらにかぶせ、カール、ストレート、内巻き、外巻き、ミックス巻きなど様々なバリエーションがある。またその故障も、ストレートハーフアップなどのベーシックな呼び名から、小悪魔揚げ派などの媒体によって名付けられた、女王 A ライン、スジトサカロッキンオンジャパンなど過剰に装飾的な、ネーミングもある。小アップ用にうず高く盛られた髪型を、特に、 メガ盛りと呼ぶ。これまでに、商店ペガサスミックス盛り、トルネードオイランアップ、京都土星盛りなどのメガ盛りが、王様のブランチなどで発表されており、同番組では死のエミが体験している。ヘアメイク事務所、ゴールドシップカンパニーが編み出した森り紙、リボンがいっぱい私が、プレゼント盛りは、なるほど。ハイスクールで紹介された。これは、高橋南に施され、 世界一大きなメガ盛りとして認定されている。盛り紙には一般的なヘアセットとは異なる技術が必要で、特に盛り紙を専門にした美容師のことを森師と呼ぶ。本来は美容師がその仕事の一つとして森紙の仕事をする場合がほとんどだったが、最近は自ら森師を名乗るスタイリストも増えつつある。ありがとうございます。